ベプス人は、ウラル語族バルトフィン諸語のベプス語を話す、バルトフィン系民族である。人種は、スカンジナビア人種の要望を持ったコーカソイドに、属するが、わずかに、モンゴロイドのハプログループへの低頻度で持つ。この民族の方言別の事象には、ベプスレイン、ビップスロン及びるディニック及びるディレインがある。2002年の国勢調査によれば、 ロシアには8240人のベップス人がいる。また281人はウクライナにおり、うち11人がベップス語を話す。フィンランドにおけるその研究者で著名なものにユージーン・ホールマンがいる。西部、ベップス人はその言語と文化を保持している。今日ではほとんど全員のベップス人は流暢にロシア語を話す。若い世代は一般的に自分たちの言語で話さない。 現在、彼らが居住する地域は、ラドガ湖、オネガ湖及びベロエコの間であり、ロシアのカレリア共和国の旧ベプス民族郷、レニングラード州の親地川沿いのポトポロージエ地区と、ロジェイノエポーリエ地区及び、チフビン地区以南、ビテグラ地区、ババエボ地区及び、ボクシトゴルスク地区である。考古学及び言語学における研究によると、ベプス人は、シェクスナ川、スダ川、 シャシ川の渓谷に居住していて、カレビビークによれば、現、ベプス人、カルゴポリ文化から、オネガコの東へ発展した。おそらく東カレリアと、オネガコ北岸にも居住していたとも見られている。ベプス人に関する最初の記述は6世紀に遡ると見られ、ゴート人の歴史家ヨルダネスが、ベッシーナ・ブランコスと呼んだものが、ベプス人であるという。 バイキングの東への通り道の一つが、ベプス人の地域を通過しており、バイキングの記録にある、八海沿岸に居住していた、ビャルム人が、ベプス人であると見られている。墓地からの出土品によれば、スタラやラどが、フィンランド及びメリア族、その他のボルガフィン諸族さらに後には、ノブゴロド公国その他のルーシ諸国と接触していた。後に、ベプス人は、オネガコの東西に住むようになった。 ベップス人及びその他部族。9世紀ヨーロッパにおける日、バリアーク諸文化初期、ルーシの年代期には、ベーシとアラビア語文献には、ウィースーとある。このことから少なくとも、ビアルム人の一部は、ベップス人だったと推測される。12世紀よりまず彼らの歴史は、ノブゴロド公国と、後に、モスクワ公国と繋がりを持つようになる。ロシア人の入植は14から15世紀に、 オネガベプスに達した。カルゴポリ地域の東部、ベプス人は20世紀以前には、ロシア人に、言語的に同化した。1897年時点でのベプス人の人口は25,607人。うち7,300人が、東カレリアに住んでいた。20世紀の初頭、ベプス人の間に、民族意識が勃興初期のソビエトの民族政策はこれを支持し、 24の民族村の地位を持つ行政区域が設立された。アルファベットと書き言葉も開発され、小学校ではベップス語教育も行われた。ソビエト当局がベップス文化を弾圧し始めたのが1937年である。すべての民族運動は停止され、民族行政区も廃止された。フィンランドが継続戦争で東カレリアに侵攻してきたとき、 一部のベップス人はフィンランド軍のいわゆる同族大隊に加入した。これらの部隊は戦後ソビエト連邦へ明け渡された。戦後、ベップス人の多くが先祖代々住んでいた農村から大都市へと移り住んだ。多くのベップス人は彼らの血筋を恥じて国勢調査ではロシア人であると答えた。1983年。 国立アカデミーの主導で行われた調査では1万3000人、近いベプス人がソビート連邦におり、うち5600人がカレーリアに、4000人がレニングラード州に、そしてわずか1000人に満たない数がボログダ州に居住していた。1991年ペトロザボーツクで新たなベプス、この初等特本、アベ・カーッチその他小学校の教科書が発行された。 1993年には、ベップス語の新聞、小島が発行された。1994年に、ベップス人の農村自治体が、東カレリアに設立され、8200平方キロメートルの土地に3373人が居住しそのうち42%が、ベップス人だった。カレリア共和国政府はこの自治体に予算を割くことを1996年に認めた。 ショールとゼロとルイブレカの二つの格好で、ベップス号科目として教えた。だが、文化復興は1990年代後半には失速し、連邦政府は自治を2006年に廃止した。今日では、一般的に若い世代は自分たちの民族語を話すことができない。ありがとうございます。